大潮は海上自衛隊が運用していた通常動力型潜水艦。計画番号は S115。同警艦はないが、後に巡動警艦の浅潮型潜水艦が建造された。艦名は大潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の浅潮型駆逐艦大潮に続き2代目にあたる。海上自衛隊では、 1955年にアメリカ海軍からガトウ級潜水艦民ゴの太陽を受け、初代黒潮として最終駅させて潜水艦戦力の整備に着手した。続いて昭和31年度計画で初代親潮を建造することで潜水艦の国内建造が再開された。その後の第一次防衛力整備計画では、 まず数を揃えるという観点から、アメリカ海軍のバラクーダ級に範を取った、極地防衛用の小型潜水艦の整備を進めることとなり、昭和34年度計画では、ヤシオ型、昭和35年度計画でナッシオ型が建造をされた。しかしこれらの小型潜水艦は、特に後天でのシュノーケル水上航行能力に、 重大な制約を抱えており、日本近海での潜水艦作戦においては重大な問題となった。また、アメリカ海軍もタング級のような大型潜水艦の整備へと方針変更していたことから、海上自衛隊でもより大型で高揚性に優れた潜水艦の建造を決定した。これに基づき、まず、黒潮の大艦として昭和36年度計画で一隻のみ、 建造されたのが本館である。本館の設計は SSK と同じ技術を用いて、これを初代黒潮とほぼ同台まで拡大したものとなっている。船形は SSK と同様に水中高速型の公用型潜水艦となっている。船体構造も SSK と同じ複角式を基本としているが、本館ではスリム化のため最後部を単角式とした、 部分単角式とされた。また、耐圧角の材料も 35SSK ではフレームのみに限られていた NS46 超湿高調力鋼を全面的に採用した。推進方式はディーゼルエレクトリック方式、推進機は2軸と基本的な構成は 31SS 以来の方式が踏襲された。ディーゼルエンジンとしては V 型16気筒の川崎。 マン v 8 v 2 4 3 0を2機搭載した。これは 31SS の V8V22-30 をもとに、ボアを拡大して、出力増加を図ったものであり、以後、有志岡田に至るまで踏襲されることとなった。電気推進用としては、富士電機 SG-3 種発電機と富士電機 SM-3 種電動機を、各2機、 そして SCB-47W 主蓄電池480機を搭載した。SCB-47W 主蓄電池は SSK と同様の水冷核半型ファイバークラウド式鉛電池であるが、従来よりも長寿命化と低放電容量化が進められている。なお推進機は従来と同様のご詳式。 スクリュープロペラであるが、翼型が改良され、材質もアルミ製度に変更された。ソナーの配置はナッシュを型に類似するが、超音機については、j a ナ o 3は、監視株、j a ナ o 4は、セール全端のドーム内と逆の配置になっている。単身技としては、35SSK と同様に、JQS-3 を、発令処下法の鑑定に吊り下げ式で搭載した。 なお潜望鏡は、従来は10メートル型が用いられていたのに対し、本艦以降13メートル型に増行されている。魚雷発射艦としては、艦首に6門、艦尾に2門が配置された。これらは、すべて533ミ、mm、リメートル口径ではあるが、艦首側のものが水圧発射式の風601であるのに対し、艦尾側のものはスイムアウト式の風201で、 大時の時間防御用として、マーク37モット、0N 単魚雷を射出することが構想されていた。ただしこの装備方式は有効性が限られると評価され、使用されることはなかったとされている。魚雷の搭載数は、54式魚雷とマーク37モット、0N 合わせて18本で、後部には6本が搭載された。大子は、 第一次防衛力整備計画に基づく昭和36年度、計画潜水艦8061号艦として、三菱重工業神戸造船所で1963年6月29日に寄港され、1964年4月30日に浸水、1965年3月31日に竣工し、第一潜水隊軍、第二潜水隊に編入された。 1967年4月8日、呉基地停泊中、蓄電池充電中に、後部制御板室でショートし、大放電から火災が発生した。この際に内閣が一部要損し、以後は、先行深度に制限を設けて運用されたという。1969年1月25日から4月14日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。 1970年1月26日、広島湾で、浮上航行中、小型タンカーと接触し、プロペラの翼2枚を接損した。1971年9月22日から12月10日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。1981年8月20日に除籍され、1982年3月に解体された。 解体前にはマスコミに大使館内の撮影を許可している。ありがとうございます。